超高層建築物。超高層建築物は、高層建築物の中でも、特に高い建築物である。超高層ビルとも言う、以下、超高層ビルを用いる。どの程度の高さ以上の建築物を超高層ビルと呼ぶかについては、統一された明確な基準はない、定義参照。一般には超高層ビルと呼ばれ、摩天楼、摩天楼、天を増するほどの功労の意。 英語の訳語とも言う。英語では、スカイスクレーパー、スカイスクレーパー、空を削る者の意、タワー、タワー等の意、スプイア、スパイア、戦闘の意などとも言う。ホームインシュアランスビルは、一般的に外面、内面ともに、耐火性の金属骨組みを用いた、最初の高層ビルと認識されている。このビルは1884年に竣工し、 1931年に解体された。エンパイアステートビルディングは1972年にワールドトレードセンターのノースタワーが竣工するまでの42年間、世界一の高さを誇るビルとなっていた。世界で最も高い超高層ビルの座は50年以上にわたり、アメリカのビルが占めていたが、近年のアジア諸国の経済力の発展に伴いその座を譲り渡している。 どのような高さや階数の建築物を超高層ビルと呼ぶかについては統一された明確な定義はない。日本の法律では超高層という用語は用いられていないが、建築基準法第20条第1号では高さが60メートルを超える建築物に対してそれ以下のものと異なる構造の基準を設定しており、高さ60メートル以上の建築物が超高層。 建築と呼ばれることがある。また、超高層ビル群があることで有名な新宿区は、新宿区景観形成ガイドラインを定めているが、そのうちの超高層ビルの景観形成ガイドラインの対象も、高さ60メートルを超える建築物とされている。さらに、航空法第51条においても60メートル以上の高さの物件に、航空障害等の設置を義務付けていい。 日本の場合、例として、工事園では、15階以上、または、100メートル以上の高さの建築物を超高層、建築と呼ぶことが多いとしている。階高を3から4メートルと仮定すると15階は45から60メートルにあたり、15階以上と100メートル以上とでは、その高さに大きな開きがあることになる。他の書籍の例を挙げると、と、 100メートル15回程度と書籍によって値は異なっている。日本初の超高層ビルとされるのは霞ヶ関ビルディング36階地上147メートルである。それ以前に最も高い建築物であったホテルニューオータニ17階73メートルは超高層ビルとは呼ばれていなかった。 イギリスの skyscrapernews.com は高さ1 5 0ル、5 0 0フィート以上のビルを超高層ビル、スカイスクレーパーと定義している。また3 0 0ル以上1 0 0 0ル以下の超高層ビル、超高層建築物をスパータルビルディング、スパータルタワー、または単にスーパートールと呼ぶ場合がある。高さが1 0 0 0を超えるビルは ハイパービルディング、超高層ビル、超高層建築物と呼ばれ、サウジアラビアのジェッタで建設中、キングダムタワーである。167階建て高さ約1008メートル、先頭校、2020年の完成予定で、完成すれば、世界初のハイパービルディングとなる見込み。超高層ビルは規模にもよるが、多くの場合巨大な需要能力を有するため、 再開発事業などを計画する際に、区画整理後の敷地に建設される建物として、超高層建築物が採用されることが多い。超高層ビルの建てられる場合として、不動産価格が高い土地に、事業者が投資しようとする際に、投資資金の回収のため多層の建築を設けて、収益を得ようとすることから結果的に、超高層ビルになる場合、限られた土地に、 大きな収容力を求める場合、土地や都市、国などのランドマーク、シンボルとして建設する場合などが挙げられる。また、超高層ビルは、周囲からも抜き出た高さとなることも多く、周辺地域への影響も大きい。そこで、高い異常性を持つ超高層ビルは、その地域やビル建築種、ビルを使用するテナントのイメージを向上させることも、あるが、 その建築が周辺地域から受け入れられない場合には、計画段階時に是正を求められたり、計画の修正や建築里目を求めて訴訟が提起されることもある。歴史的な地域、京都、奈良、戦争時周辺の例や、特に日本においては周辺に利便をもたらさない、既存住宅から突出した高さのタワーマンション計画に対して、訴訟や反対運動の事例が多い。 超高層ビルは現在ではその国や都市、企業の経済力や技術力を示す指標ともなっているが、昨今の特に先進国では消費社会から環境社会への転換が図られようとしており、その中で莫大なエネルギーを消費する超高層ビルは効率性が疑問視されている面もある。省エネ対策の例としてベトナム政府は2017年に 高層ビルのエネルギー効率向上計画を承認し、関連する法整備などを検討している。一方で、エドワード・グレイザー教授などは超高層ビルにより、経済的なイノベーションと人々の相互作用が可能になると主張している。また、居住者への精神的あるいは肉体的な影響なども懸念されており、課題も抱えている。地震や風圧対策、耐震構造は、 従来の建築物では、強し構造という地震や風圧に耐える構造を、人が走行中の列車内で足を踏ん張って、揺れに耐えることに例えられるが求められてきたが、超高層ビルでは、地震の揺れや風圧にある、程度建物を任せる、重構造の建築である。さらに、昨今建設される、超高層ビルでは、基礎部分に、油圧装置、油圧ダンパーを取り付ける、 柱の中に抵抗複天候を挟む、精神柱、建物の上部に、ダンパーと呼ばれる重りを取り付けりして、揺れを軽減する、などの方法、いずれも、精神構造を採用している。また、基礎と上部建築物を切り離し、構造物の間に積層ゴムやベアリングを媒介して、横揺れそのものを逃す、方法、免震構造も開発されている。免震構造は、 古い構造基準で建設された、老朽化しているビルにも有効であり、免震レトルフィット、改良、後付け工法もあるほどである。ただし、この工法は、基本的に柱を切断し、ジャッキアップした上で積層ゴムやベアリングを取り付けるものなので、1階部分が空洞、駐車場や駐輪場などであり、かつ十分な敷地が確保できる場所で重量の負担が、 一定のレベルを超えないことが条件とされている。一般にビルが高ければ高いほど、そのビルの固有振動の周期が長くなる。そのため、超高層ビルでは、低層の建物ではあまり問題とされない、開口型巨大地震などによる、長周期地震動との共振の濃勢が指摘されている。日本では超高層ビルの建設が始まってからの、歴史が浅く、 実際の開口があった巨大地震を経験した超高層ビルはない。このため、長周期地震に対する経験的予測ができず、シミュレーションに頼ることしかできないのが現状である。2007年7月16日の新潟県中越沖地震では、六本木ヒルズの高層海洋エレベーターが、長周期地震動で緊急停止した。超高層ビルの解体には、 一般的な建造物に用いられるような上部から少しずつ取り壊していく方法、圧細工法では高所での作業を強いられるために困難を伴う。そのため、欧米などでは葉っぱ解体が主に用いられるが、日本では火薬の取り扱いや関連する法規制の問題、建造物が密集しているなどの理由により、建設を逆再生させるように最上段から順に解体していく方法や、 ジャッキを利用して、ダルマ落としのように下から順に解体していく、方法などが採用されることが多い。赤坂プリンスホテル、リソナ、マルハビルの解体では、体制建設により、テコレップシステムと呼ばれる順々に解体していく、方法で行われた。アメリカ合衆国は、世界の超高層ビルの先駆けとなった国で、大都市の多くは超高層ビルが集積している。特に、 シカゴやニューヨーク、ロサンゼルスにおいては多数の超高層ビルが密集しているため、地上では日当たりが悪い。また、現在ではサンフランシスコ、シアトル、ミネアポリス、ヒューストン、ダラス、デトロイト、クリーブランド、ピッツバーグ、ボストン、フィラデルフィア、シャーロット、アトランタ、マイアミなど、アメリカ合衆国の主要な各都市で超高層ビルを見ることができる。また、 中規模以下の都市においても、アイオワ州デモイの801グランド、ニューヨーク州オールバニのエラスタスコーニングタワーなど、超高層ビルが建てられている都市がいくつかある。超高層ビル発祥のシカゴでは、1890年代以降、ニューヨークにビルの高さ争いでは、世界一の座を奪われ続けていたが、アメリカの大手 GMS、ゼネラルマーチャンダイズストアチェーン、シアーズの本部で、 ソム設計のモダニズム建築であるシアーズタワー442.3メートルゲンウィリスタワーが1973年に完成すると世界一の座をニューヨークから奪還した2013年にはアメリカ同時多発テロで倒壊したワールドトレードセンター528メートルの跡地に1ワールドトレードセンター541メートルが再建され再び アメリカで最も高いビルかつ世界でも3番に高いビルとなった。しかし、2010年のブルジュハリーファ828メートルを皮切りにさらに巨大な超高層ビル建設プロジェクトはもはやアメリカではなく主に中東や中国で進行している。1960年代までの超高層ビル建設は 主にアメリカの独占上であったが、アジア地域の経済的発展とともに、アジアでも次第に超高層ビルが増えてきた。日本の霞ヶ関ビルディング、147メートル、東京都千代田区や神戸商工貿易センタービル、107メートル、兵庫県神戸市、世界貿易センタービル、162.6メートル、東京都港区をはじめ、香港のジャーディンハウス、ジャーディンハウス、 岩大河178.5メートル、シンガポールの奥菱センター、佳境銀行、オーバーシーズチャイニーズバンキングコープセンター201メートルなどがその初期のものである。現在は中国とアラブ首長国連邦の経済発展が目覚ましく、特に300メートル以上の超高層ビルの多くはこの2国に集中する。 日本では1970年代から1980年代にかけて超高層ビル建設が本格的になり、その筆頭となったのは東京都新宿区の角は地区、現西新宿での淀橋浄水場再開発により建設された超高層ビル群、宿福都心や大阪府大阪市北区の超高層ビル群、梅田、春光当時東アジアで最も高いビルとなった。 東京都豊島区東池袋のサンシャイン60、240メートルなどである。日本では大阪の安倍のハルカス300メートルや横浜ランドマークタワー296メートルを筆頭に200メートルを超えるビルが東京や大阪、名古屋などで数多く建築されている。また、2027年度には東京駅日本橋口前、 東京都千代田区に高さ390メートルの超高層ビル、三菱地所、時は橋プロジェクトが竣工する予定となっている。現在世界で2番目に高い超高層ビルは、中華民国、台湾の台北市新岐区に2004年に竣工した、台北101、台北101、旧省、台北国際金融センター、台北インターナショナルフィアナンシャルセンター、 台北国際金融大楼で高さ509.2メートル地上101階建て設計はリソ原建築事務所志向は熊谷組を中心とした JV 共同企業体である仮想部に2003年先行開業したショッピングモールを有するこのビルに設置されている東芝エレベーター製の展望台直通高速エレベーターの速度は三菱電機製の 横浜ランドマークタワーのものを、超、世界で最も速いエレベーターとなった。その後、2016年には、上海中心の三菱電機製のエレベーターが、世界最速記録を更新している。台湾第2位の超高層ビルは、1997年に、完成した高雄市の高尾85ビル、東低市85国際広市場、タンテックス85スカイタワー、 378メートルで、台北101と同じリソハラ建築事務所の設計である。台北101が完成するまでは、台湾で最も高い建物であった。高尾85ビルの高さは、現在世界で12番目である。現在、韓国の最高層ビルは、第二ロッテワールドタワーである。ソウル市で最も高い建造物は、港内区にある、 超高層マンション、ナ南タワーパレスである。韓国の富裕層の象徴であるソウル、江南地区にそびえ立つ、このビルは、韓国富裕層の憧れの的となっている。また、土地の少ない韓国では大都市部のソウルや、富山を中心に、オフィス需要の増加を受け、大規模オフィスや重を複合マンション、超高層ビルの建設が活発である。北朝鮮の最大の都市平壌では、 建設ラッシュが2010年から着実に進んでおり、未来科学者通りや、平壌中心部は、ユギョンホテルを核として、高層ビルが林立している。中国では、1978年に始まる、中国共産党の党昇平が指揮する、改革開放路線により、1980年に、経済特区が、新鮮、四海、スワ島、アモイ、あとに、海南省に設定された。 その後1984年に経済技術開発区が臨海部の14都市に設定され、この動きに上海や広州などの大都市が加わると外国資本の流入から諸都市の著しい発展を見る。そして中国経済の発展により天津、重慶、長春、鎮太を大連、成都市、武漢、新洋、アモイといった都市でも多く、 超高層ビルが建設されてきている。香港では、イギリス統治期の1970年代から、多数の超高層ビルが建てられていた。マレーシアの首都クアラルンプールでは、マハティールビン・モハマド前首相による、ルックイースト政策などの経済政策により、マレーシア経済は、飛躍的に成長した。首都、クアラルンプールの再開発地、KLCC では1998年に、 当時世界で最も高い超高層ビルであったシーザーペリ設計日本の純大手ゼネコンハザマ志向のペトロナスツインタワーパトロアタワーズ452メートルが完成このビルは国有石油会社のペトロナスが建設したものであるペトロナスツインタワーはすでに台湾の台北にある台北国際金融センターに追い抜かれているが ツインタワーとしては今なお世界で最も高い。シンガポールでは1965年にマレーシア連邦から独立した後、リーク・アン・ユー首相と人民行動党は権威主義的な独裁体制を敷き、これらは開発独裁と言われた。徹底した管理社会となるが、経済は著しい成長を続ける。その中でシンガポール南部に位置する中心部のラッフルズプレイスには、 数多くの超高層ビルが建てられる。この中でも、丹下建造設計のオーブセンター、オーバーシーズユニオンバンクセンター、280.1メートル、やユアブプラザ、ユナイテッドオーバーシーズバンクプラザワン、280.1メートル、また黒川気象設計のリパブリックプラザ、リパブリックプラザ、280.1メートルなどは、シンガポールを代表する超高層ビルである。2006年には、 KP 会設計のワンラッフルズ・キー・タワー、ワンラッフルズ・キー・ノース・タワー、245.1メートルが完成している。中東の物流、金融の拠点として、投資を進め、経済発展を遂げたアラブ首長国連邦、UAE のドバイでは、近年数多くの超高層ビルが林立している。2010年には、世界で最も高い超高層ビルである、ブルズ・ハリーファが竣工した。 ブルズ・ハリーファ、旧称、ブルジュ・ドバイは、天高643.3メートル、アンテナ高828メートル、162階、ムハンマド・ビン・ラーシド、アール・マクトゥームの首相就任からちょうど4年目にあたる10年1月4日、現地時間に竣工し、2012年現在、着工中のビルを含め世界で最も高いビルとなった。ヨーロッパでは、近年になって、 超高層ビルの建設が著しくなっている。特にイギリスのロンドンやフランスのパリやイタリアのミラノ、ドイツのベルリンなどでその動きが活発になっている。歴史的な景観を重視するヨーロッパでは元来超高層ビルの建設はあまりされておらず、例外的には第二次世界大戦で壊滅したドイツのフランクフルトではドイツ及びヨーロッパの金融中心地として発される。 サイのオフィス供給の手段として、ドイツ銀行やコメルツ銀行などの200メートル級の超高層ビルが複数建設された。マテンローの立つ一角は、マイン側にマンハッタンを合わせた造語で、マインハッタ、マインハッタンと俗称される。またパリでは、市内のオフィス需要を補うために、郊外のデファンス、ディフェンス地区に新都心、ラデファンス、ラディフェンスが作られ、ロンドンではかなり ワーフ、コネリーワーフと呼ばれる新都心が作り出された。現時点では、これらの地に代表される以外に、ヨーロッパでは超高層ビル群が建設されている例は、あまり見られない。しかし、ヨーロッパの都市での旧来の建築による不動産供給は限界に来ており、特に、ロンドンやパリといった経済的に活動が活発な都市では景観に配慮しながらも、 中心部の超高層ビルの建設が容認され、始めている。旧ソビエト連邦の首都モスクワでも、20世紀半ばには、社会主義体制下における国威発揚効果を狙って、スターリン様式の超高層ビルが建設された。1930年代から1940年代にかけて、ソビエト宮殿を、はじめ多くの巨大建築が計画されたが、モスクワ大学、 240メートルなど実現したものは、計画数からすると多いとは言えず、計画されたもののほとんどは寄贈されただけに終わり、スターリンの死後に中止されている。しかし、ソビエト連邦の衛星国、主に東ヨーロッパ諸国での建築様式にも多大な影響を与えた。また、1920年代から1930年代初頭、スターリン様式の確立以前に計画されたもの、 ウラジーミルタトリの第3インターナショナル記念塔、高さ400メートルなどは当時斬新なデザインでもあっため、社会情勢とも相まって世界の多くの建築家に影響を与えた。この時期のソビエト建築界自身もルコルビュージェなど当時、先端を歩む建築家の思想に大きく傾倒していた。2000年代に入り、ロシアの経済発展。 特に石油など天然資源輸出を中心とした発展に伴って、モスクワでは超高層ビルの建設、計画が進んでいる。特に2003年に完成したスターリン様式を模した超高層マンション、トライアンフパレス264.1メートルは、フランクフルトのコメルツ銀行ビル259メートルを抜きヨーロッパ一の高さとなった。 1990年代前半からモスクワ側沿いに、モスクワ国際ビジネスセンター計画、マイビシ、モスクワシティが進行しており、現在ヨーロッパで一番高いビルになっている、超高層ビルは、モスクワ T のフェデレーションタワー、374メートル、である。他に354メートルの小屋338メートルの、マーキュリーシティタワーや308メートルの、 ユーラシアタワーなどのビルが立ち並んでいる。完成すれば最大のビルとなる予定であったロシアタワーは経済危機の影響を受け、また他のビルよりも着工が遅かったこともあり、計画は中止された。敷地跡にはというツインタワーが建てられる計画だ。335メートル74階と290メートル63階の二棟が予定される。 また2018年には、サンクトペテルブルク郊外に高さ463メートルのラフッタセンターという超高層ビルが完成する予定だ。ロンドン市街東部の港湾跡地ドックランズ、ドックランズ地区が再開発され、カナリー、ワーフ、コネリーワーフと呼ばれる新都心となり、超高層オフィスビルが、ロンドンドックランズ開発公社、LDDC によって続々と建設された。 春工当時は英国で最も高かった、シーザーペリ設計のワンカナダスクエア、ワンカナダスクエア、235.1メートルのほか、ノーマンフォスター、サーノーマンフォスター強設計の香港・上海銀行、HSBC、社屋の名称は8カナダスクエア、199.5メートルや、シーザーペリ設計のシティバンク、社屋の名称は25カナダスクエア、 199.5メートルなどの超高層ビルへ中心部のシティオブロンドンから金融機関が本拠を移転している。歴史的建造物が並ぶシティオブロンドンではセントポール大聖堂を、111メートルを超える高さの建造物は建ててはならないという不分立があったが1965年に建ったポストオフィスタワー現、BT タワー188メートルによって破られた。 その後、1980年代までのイギリス経済の低迷により、超高層ビルを求める声が上がり、ナットウェストタワー、1993年 IRA 暫定派により、爆破、現在改修され、タワー42と解消をはじめとする大制度を超える超高層ビルがいくらか建設された。また、ロイズ保険もハイテク建築の超高層ビルに建て替えたが、 今日まで多くの超高層ビル計画が景観を理由に中止させられている。この中で例外的に実現したのは1992年に IRA が爆破した歴史的建築バルティックエクスチェンジの跡地に建設されたノーマン・フォスター設計によるスイスリ本社ビル別名ガーキンである。2012年にはレンゾピアの設計による三角水型の超高層ビル シャードロンドンブリッジ、ロンドンブリッジタワー、高さ310メートル、87階建てが、テムズ川南側に完成した。今後の計画では、シティオブロンドンでは、KP 階設計の螺旋系の超高層ビル、ビショップスゲートタワー、高さ288メートル、63階建てが、当初の高さ307メートルの計画案を変更した上で、建設認可が下りいる。 統一ド,ドイツの新首都として再興されているベルリンでは、高層、または超高層のビルが建設され始めている。ポツダム広場にある、ヘルムート・ヤーン設計のソニーセンターや、レンゾピアの、レンゾピアの設計のダイムラーシティ、ダイムラーシティなどが代表的であり、他に、ミテ、ミッテ地区や草駅、ズラジュスチャー・ガルテン周辺でも、再開発時に超高層ビル用いている。 フランクフルトでは、コメルツ銀行、ドイツ銀行、メッセタワーなど、200メートルを超える超高層ビルが建設されている。今のところ、ドイツで超高層ビルの林立が見られるのは、フランクフルトくらいで、同志を流れるマイン川とマンハッタンを組み合わせた、マインハッタンという造語がある。パリでは、1960年代後半からの再開発で、 市街地南端のモンパルナス駅が解体され、跡地にトゥールモンパルナス210メートルが完成しビルの超高層化が始まった。以後、都心に超高層ビルを建てることは禁止されたが、1980年代のミッテラン大統領によるグランプロジェによって、ポストモダン建築やハイテク建築が相当数供給され街の予想を一変させた。同時期、 エトワール外線門を通るパリの歴史軸の延長線上、市街地成功のラディファンス地区には、国際会議場グランダルシュをはじめ、フランスを代表する大企業や、外資系企業の超高層ビルがあい、次で建てられた。今後も新たな超高層ビルが建設されていく予定である。首都マドリードを南北に貫くカスティアーナ通り沿いには、第二次世界大戦直後のフランコ政権時代に、 大規模なビジネスエリア、官庁街を作る計画があった。これは1970年代以降になって、アズカとして結実し、トーレ・ピカソ、157メートルをはじめ高さ100メートル前後のビルが立ち並んだ。カスティアーナ通りの北端には2000年代に入り、クアトロトーレスビジネスエリア、クトバという再開発地区が作られ、高さ250メートルほどの欧州でも、 有数の高さのビルが4本立ち並んだ。スウェーデン南部の都市マルメに、スカンディナビアで一番高いターニングトルソ、190メートルというビルがあり、サンティアゴカラトラバがデザインしたユニークな形状のビルである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。